はい、徘徊老人伊藤です。ただいまつぶさよバレバンジャールの前です。はい、こんな感じのつぶさよです。これは定点観測ではなくて、ミーゴレン食べ歩きの第10弾です。こんなとこにカマンバリガーデンカフェプールなんていうのがあります。そしてここ、今日行くとここはここママーズワルンです。表に店ができましたね。私はここ何年ぶりかな、昔のように入ってきました。昔ウブドのレストランとかスパとかはなんかこういう自宅でお店をやってた時代がありました。ここが旧のカフェオヤンママズワルンイブです。そしてここは新しくできた店があります。マシアダテンカドバテンカドバアダカランティダパケアーヤイブニャセハッイブニャセハッオッケーサヤマウナシミゴレンミゴレンアパミゴレンアダアパアヤマパペジャトエリアナパシフーアヤムテパナステパナス、テパナスやそっか、ボティンカドワーモティラスカランティダパケかパケだがね、マシアダだがね、こういうパーティーの猫にしてるのか。そうだね、これが2階から見た景色ですか。昔は私もこの2階からご飯食べました。そして3階にホームステイです。こんな感じで久しぶりのママズワルン、ここなし、あのチャーハンじゃないね、あれナシゴレンでもないチャーハンでもないピラフ、和風ピラフと和風オムライスがありますよ。ということでマカンディシニだな、せっかくだから。この席で食べます。ということでママズワルンのミーゴレンです。今日は、ね、いただきます。いやー、頼まかー、早むね、いや、うん、おいしい、これはもう昔からの、昔からのママズワルンの味です。今、はい、ただ、名前は？マデ。マデか。いや、マデ。タミー、タミー、名前や、タミー。タミーさんね。タミー。娘さんが
クリンチの踊り子で、ね、かなり有名になった人なんですけど、踊りが習えれるそうですので、先ほど仕事に出かけましたが、プロモーションしてくれて踊り、ね、バリブヨミサス、ということで、あとはゆっくり食べます。またねー。